海外旅行で外国の風景や言葉、文化に実際に触れることによって、日本にいる時の固定観念が簡単に覆されることはよくあります。例えば、ほとんどの店が閉まっている閑散とした日曜日のヨーロッパの街並みや、予告もなく遅延や運休をする外国の公共交通機関などを実際に目で見て体験する驚き。これらはガイドブックや映像などのフィルターを通してではリアルに感じることはできません。不便に感じることもあるかもしれませんが、日本の価値観とは全く違った経験をするのは旅の醍醐味の一つと言えるでしょう。そんな自国との違いを日本で受けたという外国人女性、彼女は日本を旅行中にカルチャーショックを受けたと言います。日本であることに気づいたその女性は SNS に日本の違和感を投稿したところ、外国人たちから日本は街全体が忙しいからね、日本は休むなという雰囲気が漂っている、などの様々な声が殺到し大きな話題となりました。外国人女性は一体どんなことにカルチャーショックを受けたのでしょうか。そこで今回の動画は、外国人だけが気づいた日本社会の違和感に関する話題と、それに対する外国人たちの反応を私さきらがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。外国人女性が日本を旅行中に感じた違和感は、東京にはあるものがほとんど見当たらないということでした。ほとんど見当たらなかったもの、それはベンチです。ベンチがなかなか見当たらず、休憩場所を探すのに苦労したという女性は SNS に次のような投稿をしました。私は今東京を旅行している最中ですが、あることに気がつきました。それは公共スペースやショッピングモールにはほとんどベンチがないということです。食料品売り場やショッピングモールのフードコートなど、パックに入っていてすぐに食べられる食品が買える場所でさえ、それを食べるためのテーブルが設置されていないのです。買い物をしているとき、一体どこでおやつを食べたり飲み物を飲んだり休んだりすればいいのでしょうか。私は昼食をレストランで取った後、数時間買い物をしましたが、休憩する場所はどこにも見つけられませんでした。ゴミ箱もありませんでした。東京駅にしてもあれほど広いにもかかわらず、座る場所がないのです。フードコートには必ずテーブルと椅子があるので、ここに関してはデパートの地下食品売り場などをフードコートと勘違いしているのかなと思いますが、いずれにしてもこの外国人女性がヘトヘトになりながらショッピングをしている様子が浮かんできます。東京は日本で一番公園が多い自治体であり、公園に行けばたくさんのベンチがありますが、確かに街中ではあまりベンチを見かけないかもしれません。外国では歩道などにも素敵なベンチが置かれていたりするので、それがなかったと言いたかったのでしょう。ニューヨーク市では2011年、シティベンチというプロジェクトが始まりました。これは街の景観を向上させるとともに、すべての世代のニューヨーカーがより楽しく快適に歩けるようにすることを目的としています。このプロジェクトによって、今までに2000以上のベンチが設置されたそうです。一方、日本ではそのように積極的にベンチを増やしていこうという動きはほとんどありません。街中にベンチを設置することは、メリットよりもデメリットの方が多いと考えられてしまうからです。東京の街中でベンチを見つけることは、やはり大変なのかもしれませんね。そんなベンチを見つけられずに苦労した外国人女性の投稿には、外国人たちからは様々な意見が寄せられましたので、ここでそんな声の一部をご紹介していきたいと思います。休みたい時に休めないのは、辛いものだよ。ベンチが少ないのは、日本での旅を難しくしている原因の一つだと思うな。日本のことが大好きな僕でもそう感じるよ。ベンチはあるにはあるけど、もっと休憩スペースがあってもいいなって思うことはあるね。駅のホームのベンチも少ないかな。私たちはブランケットを敷いて公園で食べたわ。美しい公園で、とても素敵な体験だった。そんなに座る場所に困ったの？探せばどんな場所でも大抵見つかると思うんだけど。座って休憩できる場所は少ないかもしれないけど、驚くほど清潔な無料のトイレが至るところにあったのは最高だった。公園にはベンチがたくさんあったから、街中にはないんじゃないかな。うちの近所のベンチでは、いつも人が寝ていて困っているの。多分そうされないようにベンチを置いていないんじゃない？日本人は賢いわね。日本のいろいろな都市を訪れたけど、ベンチはあちこちにあったよ。ただ単純に見つけられなかっただけで、
日本にベンチが少ないということではないんじゃないかな。東京は人が多いからベンチは邪魔になるんじゃないかな。去年日本に行きましたが、シニアとしてはもう少し座って休める場所があると嬉しいと感じました。日本では歩くことが多いので、足を休める場所があったらきっともっと素敵ですね。ベンチを街に置くことは、ホームレスや酔っ払いが寝てしまう、スケートボーダーに破壊される、ゴミだらけになるなどのデメリットばかり浮かんでしまいます。それらを防止するため、今や当たり前の風景となっているベンチが、突起物などがついている排除ベンチと呼ばれるベンチです。仕切りや手すりがついていたり、座面が波打っていたり、アーチ状だったり、奥行きが短かったりなど、人が横になれない、もしくは座りづらい形になっています。ジブリパークのある愛・地球博記念公園のベンチも排除ベンチなのではと話題になっていました。ジブリの忘れ物を探すという趣旨で、隣のトトロのメイの麦わら帽子とトウモロコシなど、ジブリ作品に関する様々なオブジェがベンチに置いてあるというものです。記念写真を撮ったり、作品の世界に触れられたりする素敵なベンチですが、これを排除ベンチと感じるかどうかは人それぞれです。しかしこれを排除ベンチだと言い出したら、神戸北の偉人館街のあちこちにあるジャズマンのベンチや、東京調布市の北郎広場にある山彦やぬらりひょんのベンチも排除ベンチになってしまいますね。排除ベンチは意地悪ベンチだ、具合が悪くなった人も横になれないなどの声もありますが、そのベンチが恐れていた通りの使い方をされた時、被害を被るのは近隣の住民や管理者だということを考えると難しい問題です。江戸時代には家や店の前に縁台を出すことが当たり前でした。そこで涼んだり話をしたり、町の共有スペースのような働きをしていたのです。現代のベンチもそれぞれが自由に過ごし、時にはコミュニケーションが生まれるような場として平和に機能すれば、数は増えていくのかもしれません。さて、残念ながら東京の街中にはベンチが少なく、休憩場所を探すことができなかった外国人女性の投稿にはまだまだ多くのコメントが寄せられていますので、そんな声の続きをご紹介していきたいと思います。私は妊娠中だから座る場所がなかなか見つけられなかった。最初の1日2日は苦労したわ。でも公園やファストフード店なら座れることが分かって、そういう場所で休むことができたの。私たちも座る場所をずっと探していたわ。日本は世界的に見てベンチが少ない国だと思うわ。海外旅行に行けば一日中歩き回っているから、ベンチに座ることなんて考えたことがなかったな。私が行った豊洲ララポートにはベンチがたくさんあったわよ。座って食べるにはレストランやフードコートで食べ物を買うしかないよね。レストランで食べたくないんだったらベンチのある公園を見つけるといいよ。この投稿には同感だね。僕も休みたくてもベンチが見つからなかった。日本では食べ物は家に持ち帰って食べるか、レストランで食べる。でもベンチやテーブルのある公園で食べている人もたくさんいるよ。長崎に行った時にたくさんの小学生が綺麗な芝生の上にシートを敷いてお弁当を食べているのを見たんだ。夢のような光景だったよ。どの国もベンチが多いなんてことはないんじゃない？大阪のベンチの周りはゴミだらけだったわ。そんな使われ方をするのならないのも仕方ないって思うかな。時に旅行者が困ってしまうような東京のベンチの少なさ、それを何とかしようと、株式会社グランドレベルという会社は溢れるベンチ愛を持って東京の街中にベンチを増やす試みをしています。デメリットばかりが先立ってしまうベンチですが、この会社ではベンチの効用を分かりやすく4つ提示しました。1つ目がベンチで体を休めることにより歩行距離が伸びること。2つ目がベンチがあることで街における滞在時間が長くなること。3つ目が滞在時間が長くなり行動範囲が広がるとそのエリアの消費活動が高まるということ。4つ目が人と人が出会う確率が高くなりコミュニケーションが増加し真の健康度、幸福度が向上するということ。ベンチをそのような視点で見ることはほとんどありませんが、言われてみるとなるほどと納得できる内容です。2019年には社会実験として京橋の東京スクエアガーデンの足元の公開空き地に赤いベンチを1ヶ月間設置しました。緑の植栽に赤色が映える中、人々が思い思いにベンチに佇んでいる様子はその空間を生き生きとさせるものでした。
もしもこのような素敵なベンチがあちこちにたくさんある町があったとしたら、その町はどんな人でもそっと包み込んでくれるような、そんな優しい顔をしているのではないでしょうか。素敵なベンチといえば、デンマークのコペンハーゲンには1887年から使われている地元民に愛される伝統的な鋳鉄製のベンチがあります。コペンハーゲン空港にあるこのベンチに座ると、足元には丸いシールがあり、このベンチは2500街に置かれています。もし見つけたらハッシュタグをつけて投稿してねの文字が。 SNS を覗いてみると、そこにはベンチとともにコペンハーゲンでの思い思いの日常のシーンが映っていて、観光戦略としても機能しているのです。さらに今年、そのコペンハーゲンの伝統的なベンチを通常よりも85センチ高くアレンジしたものが登場しました。2100年版コペンハーゲンベンチと名付けられたこのプロジェクトは、2100年までに海面が約1メートル上昇するという気候変動による海面上昇の脅威を象徴したもの。日常生活の延長線上で視覚的に問題提起をしているのは、さすがデザイン大国デンマークですね。さて、コペンハーゲンのようにベンチが街の至るところにあれば、苦労をすることもなかった外国人女性の投稿には、外国人たちからのコメントはまだまだたくさん寄せられていますので、最後にもう少しご紹介していきたいと思います。東京は街全体が忙しそうで、休むな、動き続けろっていう雰囲気が漂っていたよ。ベンチがほとんどないことには僕も違和感を覚えたな。私たちもまさに同じことに気づいていたんだけど、日本人は一体どうしているんだろう。コンビニによっては飲食スペースを用意してくれているところがあるから、私はそういうところを探して利用していたわ。日本で座る場所を見つけるのに苦労したことなんて一度もなかったけどな。日本に行ったら食べるのは少し我慢して、休むことなく歩き回れば肥満率が世界で最も低い日本人のようになれるよ。日本で食べ歩きは失礼だから、できればやりたくないんだけど。じゃあどこで食べたらいいの？ベンチマップを作ったら助かる旅行者はたくさんいそうだね。でもみんな本当にそんなに休みたいの？デパートの地下食品売り場のあんなに美味しそうなものを買ってすぐに食べられなかったのはきつかったよ。日本人はよく持ち帰りで我慢できるよね。東京駅は無限と思えるほど広いのにベンチが見当たらなかった。旅行に関する大抵の問題は事前のリサーチでなんとかなるものだよ。現代の日本ではベンチと聞くと酔っ払いやホームレス、ゴミ問題などネガティブなイメージが先行してしまいがちです。実際ベンチの管理者が汚されたり壊されたりしたものを修復したり、クレームに対応したりするなど多大な労力を費やしていることを忘れてはいけません。しかし一方で、ベンチは本来街の中に静かに溶け込み、全ての人々を温かく受け入れる癒しの場所として存在しているはずです。体を休めたり、読書を楽しんだり、会話を交わしたり、風景をただぼんやりと眺めたりする、そんな居心地のいい空間が街の至るところにあれば、それはとても素晴らしいことですね。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。